新しい彗星がやってきた。赤い尾を引いたそれはツィーフォンと名付けられた。ツィーフォンは地球を目指して刻々と近づいた。そして電子計算機が弾き出したツィーフォンの軌道は、何ですって、地球と衝突する。山田博士、うん、大変なことになった。はあ、新彗星は本当に地球とぶつかるんですか。今のところ 83% の確率だ。で、もし衝突したら地球はどうなるんです博士。最悪の場合地球は消滅するだろうな。消滅、消えてなくなるんですか。そうだ。私たちどうなるの。決まってるじゃないか。おい、ツィーフォンの軌道がさらに詳しく計算された。そしてわずかな、ほんのわずかな差で衝突を免れることが分かったのだが、それで一番地球に近づいた時の距離は55,860キロ。ああ、よかった。何を言ってるんだ。5万キロといっても宇宙では紙一重の差だよ。ものすごい大気の移動や新彗星の引力でどんなことが起こるか分からんぞ。そうね。山田博士、ツィーフォンが地球とすれ違う時間は、明後日の午前3時20分15秒。あと37時間。55,860キロの距離でツィーフォンが地球とすれ違う時に起こる異変、いろいろなデータによって計算した結果、まず大きな被害は受けないだろうという答えが出る。地球は絶対大丈夫よ。電子計算機がちゃんと計算してくれたじゃないの。しかしね、嫌な予感がするんだ。何か忘れているんじゃないかな。みんなあんまり思い詰めないでよ。さ、キャップどうぞ。すまんすまん、喉がかからなかった。はい、どうぞ。あ、どうも。はい。あ、ごちそうさまでした。マクト総隊本部、応答願います。はい、こちら家族隊本部。こちら宇宙船観測所、約30分ほど前から特殊な宇宙船が観測されています。新彗星の接近と何か関係があるものと思われます。了解。いよいよ近づいてきた感じだな。キャップ、どうした。パリ本部から緊急指令です。新彗星ツィーフォンから次第に強く地球に降り注いでくる宇宙船の作用で水素爆弾が自然爆発する危険のあることが分かった。地球防衛委員会は水爆を持っている全ての国に対して直ちにその安全を図るように指令した。しかし、そうだ、以前オホーツク海で廃棄処分になった旧型の水爆が6個噴出したという噂がありましたね、キャップ。ん？確かにそんな噂があったな。海底200メートルの鉛の層が破壊され6個の水爆が噴出した。その6個は起爆装置もそのままのはずだ。きっと爆発するぞ。6個も一度に爆発してみろ。猛烈な放射能で地球上の生物はみんな死んでしまうぞ。デマだよ、あの話は。デマならデマで確認しておく必要がある。よし、至急パリ本部へ問い合わせてみよう。藤君。はい。ツィーフォンは刻一刻と迫ってくる。まるで火の玉のように真っ赤に燃えながら、夜が更けて突如地下室への避難命令が出された。大した影響はないと言われていただけに、この命令は人々を不安にさせた。起爆装置を外した水爆も絶対安全とは言えないそうですよ。あなたですってね。何でも地球一つを吹き飛ばすのに十分なだけの水爆があるっていうじゃありませんの。あのね、おまけに6個が未だに行方不明だと言いますよ。怪獣が腹の中に飲み込んで持ち出したんだとか。いい加減しろ、まるで一言みたいなペーパーと。水爆を入れてあった海底倉庫の壁にものすごい爪痕が残っていたという事実があるんですよ。だったら俺たち一体どうすればいいんだよ。父ちゃん。あ、見て。
パパはその格好は何の真似だい。これかい、うん、ドーンとぶつかった弾みに宇宙へ飛び出していけねえからな。バカな。一つ気になることがある。キャップ、日本アルプスの一件でしょう。そうだ、オホーツク海事件の後、日本アルプスで強烈な放射能が検出されたことがあった。直ちに本格的な調査を始めたが、ピタリ、それっきり放射能はどっか行ってしまったというわけさ。ということはつまりだな、水爆を飲み込んだ怪獣が日本アルプス付近で姿を消した。そう考えていいのかな。こういうこともあろうかと水爆探知機を作っておきました。キャップ、新彗星が接近するまであと20分15秒です。ん、博士、ツイフォンの宇宙船が一番強くなるの。地球とすれ違った時から 2,3 分の間だ。藤君、ハヤたちをすぐ現地から離れさせよう。たとえ怪獣を発見してももう時間がない。はい、ハヤタ隊員、ハヤタ隊員。キャップ、通信できません。宇宙船のためだ、呼び続けるんだ。はい、ハヤタ隊員、応答してください。ハヤタ隊員、ハヤタさん、ハヤタさん。半径20キロ以内なんてチャチなもんは発明するからこんな苦労するんだぞ。いて、もう少し性能がいいはずだったんだがね。何、うん、理論的にはこの調子だと、たとえ水爆を飲み込んだ怪獣がこの辺りにいるとしても、かなり深い地点に潜り込んでるんじゃないかな。それなら、まあ安心ってとこだな。いかん、そろそろツイフォンの影響の始まる時間だ。着陸しよう。うん。どうした、頭出るんじゃねえ、バカ野郎、低めえか。何をそんなぼんやり眺めてるんだ。はあ、美しい。地球ってのは本当に美しい星なんだ。海水星ツイフォンも去り、美しき大地に再び平和な明日が訪れたのであります。くー、よかったな。ロックの水爆が爆発してたら、いでも今頃こんな調子のいいことは言ってられなかったからな。うん、まったく。同感だ。あっ、おい、ピンピンよし。しかし探知機に反応はなかった。水爆を飲み込んでいるのはあいつじゃない。本当か、
探知機が故障してたんじゃないのかい。絶対に考えられません。家督隊本部、応答願います。やっぱりダメだろう。まだ追放の影響が残ってるんだ、うん、あれはなんだ。なんだろう、ものすごいスピードで近いっちゃう、ダメか。はい、キャップ。おお、星野君切ってたのか。みんな大丈夫でしょうか。連中のことだ、ヘマをするはずはない。岩本博士、ツイフォンが通過した直後、妙な飛行物体をレーダー基地が観測したそうです。飛行物体？ええ、ツイフォンから飛来したものらしいって言うんです。それもうんと大きい。なんだろう。隕石や金属質のものではないそうです。このままでは奴に追いつかれてしまうぞ。早田。まあ待て、考えがある。うまくいったな。我々はしばらく高見の見物だ。人間ってずるい生物だ。太古の昔からこうやって我々人間だけが生き残ってきた秘密が分かったよ。まあそう言うな、場合が場合なんだから。飲み込んでいるのはあいつだ。あの怪獣の首のところ、うん、どうして爆発しなかったんだろう。新彗星追放が通過した時はあの怪獣は地底深く眠ってたんだ。そうか、それで爆発しなかったんだ。おい、早田、あいつは怪獣同士の喧嘩にでも巻き込まれたら大変だぞ。やたらな武器を使うわけにもいかないし。家督隊本部、家督隊本部応答願います。こちら井出隊員です。井出か、長瀬さん。はっ、キャップ、みんな無事か。はっ、一応無事です。ところがキャップ、大変なんですよ。大変だけでは分からんぞ。報告は分かりやすく正確にするんだ。厳しい。you
かく水爆を飲み込んでいる怪獣を戦わせることは危険だ。なんとか2匹を引き離す手段はないか。あいつは俺が誘い出す。その隙に向こうの怪獣をビートルで預けてくれ。しかし早田、行くぞ。待て早田。おいおい、いて、おい、やめた、危ない。宇宙の遠い彼方で謎の大爆発が起こったのを各地の天文台が観測していた。何人かの天文学者は沈水星ツィフォンによって乱れた宇宙が再び普段の姿に帰るために起こった宇宙エネルギーの逆爆発だと発表した。おー
早田、嵐、井出、よくやった。ありがとう。みんな、早く帰ってこい。早田さん、嵐さん、井出さん、今入った情報を知らせます。日本時間午前3時20分15秒に、地球とすれ違った新彗星ツイフォンは、その後次第に遠ざかり、現在地球との距離は、85億7000…もういいでしょ。つまりキラキラ光る小さな星になっちゃったのよ。3026年7月2日午前8時5分。なんですこれ。電子計算機が弾き出したんだ。計算によると彗星ツイフォンが同じ軌道を通って再び地球に近づき、今度は地球と衝突するんだ。衝突？そうだよ。3026年7月2日。しかし人類はその時、想像もつかないような優れた科学を持ち、追放の軌道を変えることもできるだろうな。だろうね。地球が自分の作った武器で自滅してしまわないためにも、その時までに人類はもう少し賢くなっていなければ。なっているさ。僕は信じるよ。僕も信じてる。藤君。はい。コーヒーを頼む。はい。あ、いや、僕が入れよ。おいしいコーヒーをね。すいませんキャップ。ツイフォンは宇宙の彼方へ去った。地球は再び青く美しい。しかし3026年には再びツイフォンは地球に迫るのだ。宇宙は限られたごく一部のことしか知られていない。いつどんなことが起こるのか、それは誰にもわからないのだ。